はい、皆さんこんにちは。レクセン人講師の司法書士佐々木宏美と申します。本日はですね、各世代合格者大集合ということで、これから司法書士を目指そうと思ってらっしゃる方、もしくはもう今司法書士の勉強を始めているよという方に向けてですね、もう今日合格者5人集まったこういう、企画、初めてだと思うんですけれども、20代30代40代50代60代ということで、皆さんですね、さまざまな活躍されている方に、私の方からいろいろインタビューしていこうかなと思っておりますが、まずちょっと簡単に私の方からまず、一人一人振りますので、まずマイク持って、佐藤さんから、20代合格者在学中に司法書士を目指した佐藤さん、簡単に自己紹介お願いします。はい、佐藤と申します。で、現在はちょうど大学を卒業して1年目の年で、大学卒業後の年に合格したっていう形です。現在は商業登記中心の事務所に勤めていて、他の資格も並行して勉強している形です。よろしくお願いします。では、30代鍋島さん、はいはい、こんにちは、30代ですね、28年合格の鍋島です。よろしくお願いします。今は、大阪の方で事務所を自分でやってます。はい、よろしくお願いします。こんにちは、40代の、浦本と申します。30年合格で、現在は、商業登記メインの事務所で商業登記を 100%、 業務は商業登記 100% でやっております。よろしくお願いします。こんにちは、50代の後藤です。28年合格になります。それで不動産決済を中心とした事務所で2年半勤務いたしました後に、現在は、商業登記、特に IPO 支援を行ったり、あるいは現在話題になっております家族信託、相続対策としての家族信託の業務を中心に行っております小規模な事務所で勤務しております。本日はよろしくお願いします。60代の小宮山です。よろしくお願いします。定年後にですね、司法書士を目指して、で63歳、平成26年に合格しまして、翌年、自宅で開業しまして、自宅なので相続とか遺言とか、近所の方の中心とする仕事をしてます。60代ですよ、今年69ですんで、まもなく70になりますが、自宅開業ということで、そうですね、個人の仕事を中心にやっております。よろしくお願いします。はい、ではそれから私の方からですね、あれこれちょっとインタビューしていきますので、名指しで、ご質問させていただきたいと思いますが、まずじゃあちょっと20代佐藤さんから、大学在学中に司法書士の勉強を目指したということで、もうなんで司法書士だったのかと、なんで就職じゃなくて司法書士だったのかというところのきっかけは何ですか？はい、もともと大学2年生ぐらいの時までは結構遊びほうけてて、で途中で今後、4年生になると就活っていうイベントが控えた中で、ちょっと自分大学在学中4年間の中でなんか何これこれやったぞっていう強みが欲しくて、国家資格というふうにシフトチェンジして、もともと法学部だったので、それも活かせるような資格って何かなってなった時に、司法書士がパッと出てきましたね。はい、大変でした、在学と両立って。そうですね、意外と大学生暇だし行けるかなって思ったんですけど、講義だったりテスト期間とか被っちゃったりすると、なかなか司法書士勉強に専念できなくなる時間も若干ありまして、でも働いてる人から比べたら楽かなっていう感じですね。はい、では30代鍋島さん、はい、なぜ目指したのか、はい、で働きながら受験勉強もされながらっていうところだったんですが、そこの苦労エピソードとかあれば。はい、私の場合は、高校1年生で中退してまして、その後ずっと飲食関係の仕事をやって言ってたんですけれども、ある時飲食もうやめたいなと思って、ただ中卒で当時もう30過ぎていたので、
まあ就職もなかなか難しいかなって思った時に、あ、資格を取ればいいんだなと、非常に安易な考えで行政書士の資格を取りまして、で、資格を取った後に、行政書士の仕事を調べたんですね。そしたら何を言ってるかよくわからなくて、で、まあどうしようと思ってた時に、ちょうど母親がもうすでに司法書士の受験をしていて、で、母親にちょっと話を聞いたところ、司法書士だったら受かれば就職できるっていうようなことを聞いたよって言ってたので、じゃあやりましょうかということで、またそこから1年ちょっとですか、通って、で、まあ、受験をして合格したというところです。で、仕事との両立、苦労、仕事はしてた方がいいかなと、私の場合は。あんまり時間も手放しても余計なことしちゃうし、後回しにしちゃうので、仕事をしてて勉強もってなると、空いた時間は全部集中して、勉強できるので、苦労っていう苦労はそんなにはないですかね。ただ、眠いとか、仕事中に眠いとか、勉強中に眠いとか。社会人受験生の永遠の戦いですね。はい。もうあとは睡眠時間を削るしかないので、はい。といったところですね。はい。通信で勉強されてたと思うんですけれども、はい、その通信での勉強だとか、受験時代その苦労エピソード的なところがあればお伺いしたいなと。はい、子供がいるので、なかなか通学を、通学をして夜に通学してっていうことが難しかったので、通信講座という形で受講したんですけれども、子供がいない間に通信のビデオを早回しにして聞いたりとか、あと時間がやっぱり思い通りに自分でコントロールできない中で合間を縫って勉強をしたというような感じで、直前期も子供が大怪我してちょっと勉強がままならなかったりとか、そういうことはありました。その直前期に勉強できない、直前期ってやっぱりね、ラストスパートかけたい時期に、なんかそこですごい後悔とか、ああもうって多分ジレンマとかあったと思うんですけれども、主要教科は早めに終わらせてたんですけれども、マイナー教科を直前期に詰め込んで やろうと思っていて、それで直前期に全部取っておいたんですけれども、その分の1ヶ月まるまる勉強できなくなってしまって、予定が狂ってしまったので、そこの部分をすごく後悔していて、もう後に取っておかないで、なるべく早めにやっておいた方が良かったなっていう後悔はあります。はい、では後藤さん、通学で勉強されておりましたが、そもそも目指したきっかけが、ぜひ皆さんに披露していただけると。私の場合ですね、40代不動産業界、マンションディベロッパーで勤務しておりました。ただ当時、ですね、リーマンショック、東日本大震災という二大大波の直撃を受けまして、40代の終わりを近づいた時に、会社が経営破綻いたしました。いわゆる路頭に迷ってしまったわけですね。再就職の努力もしてみましたけれども、当時、50社応募して1社書類選考をパスするぐらいの感覚でした。でもこうなると、やはり何らかの資格に頼らざるを得ないかなというふうに思いまして、いくつかのあれこれ資格も可能性を模索してみたんですけれども、その中で司法書士、目指すことに決めた理由は3つほどあります。一つが、やはり不動産業界出身でございましたので、これまでの経験が活かせるのではないかと思ったこと。あと、司法書士という資格の特性なんですけれども、資格登録するにあたって、必ずしもというか、司法書士業界での勤務経験というのは要求されないんですね。合格さえすれば基本的にすぐ、司法書士として登録ができて仕事ができるという部分。ですよね。それと他の資格に比べて、これも書士業界特有のことなんですけれども、無資格者、補助者の決裁立ち会いというのが禁止されたという背景がございます。その背景がございまして、中高年であっても、とりあえず当面の雇用されるチャンスを獲得する機会というのが、
とっても潤沢です。その3つ3点が、司法書士を目指した理由というふうに言えるかと思います。すみません、小宮山ですが、私が目指したのは理由っていうのは、まあ、ちょうど40年間会社勤務したんですが、まあ、組織の中でやるよりは、やはり自分一人で地域の中でできる仕事はないかなと思ってですね、司法書士を選びました。まあ、それに従って、まあ、自宅で開業して、まあ、近所の方々の要請に応えて仕事をしていくと、まあ、希望通りの今仕事ができているなと感じているところです。ちょっと合格後のことはまたおいおいお話を伺い、ぜひ聞かせていただきたいなと思うんですが、じゃあちょっとまず受験勉強中の苦労エピソード、ちょっとね、今これちょうどやっているのが直前期を前に、ということで、今年本番の方にとってみると、なかなかその直前期の不安だとかっていうのは終わりだと思うんですけれども、まず佐藤さん、勉強すごく最初から順調に進んでて、点数も良かったように思うんですが、その直前期の自分のその成績グイッと上げるために工夫した努力だとか、あとその直前期にグイッと上げるために普段の勉強中に意識してたこと、まあ、例えばその民法から講義始まりますけれども、その民法だとか個々の科目学習中になんか工夫したこと、今思えばあれが良かったなとか、あれはいらんかったなとかいうものがあれば教えてください。はい、まあ、成績を直前期で上がったっていうんですか、っていう理由は、まあ、普段コツコツ地道に勉強を積み立てていったっていうことが一番大きなものだと思っています。やっぱり民法やってる時に、まあ、ちょっと分かんないから置いておこうっていう部分が増えてきてしまうと消化不良になってしまう部分が多いと思うので、もう覚えようと思ったのはその場で覚える、で過去問もとりあえず解いちゃうっていうので、後にっていうことはせずに、もう先にどんどん前倒ししてやってったっていうことが点数上がったことかなって思います。はい。直前期に工夫した勉強法ってあります？直前期はもうとにかく今までやったことを繰り返し何回もやって、弱いところはまたその回数をとにかく重ねるってことで、特に新しいことはやりませんでしたね。あとでも時間を計った勉強は結構やりました。記述とかそういったものは時間の制約がすごい大きいものなので、時間は気にするようにはしましたね。モチベーション下がったりとか、はい、そういうなんか今日勉強したくないなって思う時って、まあ、学生なんで結構誘惑とかありますよね。たくさんありました。でもまあ 1,2 年生の時に誘惑は、その誘惑っていうものは経験しておいたんでまあでもその無理にその勉強したくないって思った時にガーって続けると、逆に僕ダメになる人間だって自分で分かってたので、あえてそこはもう今日の夜はやらないみたいな感じで割り切っちゃってました。でも今日やらないから昼間のうちにもうがっつり勉強しとく。そうです、もう今日が昼間の例えば午後3時に集中が切れたら、もうそれ以降は勉強せずに、そう計画立て直してって文房具買いに行って今日は寝ようみたいな感じなことはやっていました。なんかそのオフのおすすめ方法とあります？まあ、そうですね、やっぱ運動が一番だと思います。なんか脳の疲労はなんか体の疲労でなんかその相関性がみたいなっていう話をちょっとちらほら聞いたことがあったので、僕の場合はフットサルが好きだったのでフットサルをやるようにしていましたね。はい、じゃあ鍋島さん、その勉強方法、具体的勉強法もそうなんですが、通学で勉強してらして、はい、で例えば講義の復習が予定通り終わらないだとか、なんかそういうことってありませんでした？ちゃんとついていけてました？自分の思った通りに講義の復習、過去問だとか全部望み通りの勉強ができてたか、もしうまくいかなかった時にどうリカバリーしてったのかとか、もしあれば。はい、私の場合は講義の後の復習でテキストを読み直すとかそういうことしなかったので、もうとにかく問題を解くっていう形で進めてたので、予定通り進まないとかそういうことはあまりないですね。ただ、その日やったところの問題が解けないとかそういうことはあって、それをどうリカバリーするか、解けなかった時って、はい、もう何度も繰り返した。そうです、もうただただもう解けるようになるまで繰り返す
で、まあ、暗記はしないように。とにかく繰り返して、他の聞き方をされても答えられるようなことをイメージして、何回も解く。解けるようになったらよかったなと。また次の講義に臨める。っていう感じですね。はい。モチベーション下がったりしたことありました？モチベーションはですね、会社法に入ってちょっとしたら、こう、ジンマシンが出始めてですね。はい。これはきついぞと。これはちょっとまあ、もともと行政書士の会社法ってあるんですけど、勉強自体楽しかったんですけど、会社法はもうちょっと嫌いで、行政書士の時は捨てたんですね。一切勉強しなかったんです。でも、司法書士そういうわけにいかないので、まあ、頑張ろうと思ってたんですけど、会社法始まって、もう本当に1週間、2週間しないぐらいで、もう、ジンマシンが全身に出始めて、それがモチベーション下がったといえば下がった。それどうやって克服しました？克服。まあ、ひたすらやるしかないですね。それはね、もうできなかったらやる。他の科目よりできなかったら他の科目よりやる。っていうだけ。じわじわとそれで地味に光が見えてきて。まあ、それが随分先なんですよね。見えてくるのがね、商業登記法に入って、商業登記法がある程度進んで、ようやく会社法の問題が解ける。でもそこで諦めなかったのは、転職したかったから。もう何しろ辞めたかったって。はい。では、浦本さん、勉強中、ね、通信だと、やっぱりその、学習の予定通りに消化できなかったりだとか、うん、そうなんか、ご自身なりに、通学だとね、やっぱり強制力があるので、決められた時に行くとかいうところがあると思うんですが、通信やっぱそこが難しいですよね。はい。最初のスタートがもうすでに講義が、講座が始まっている状態からスタートだったので、うん、とりあえず最初はもう追いつく。というところで、あと週に2回配信があったので、それ次の配信までには必ず復習を終えて、指定された範囲の過去問は全部解くっていうのを絶対にそれは守りきりました。うん、でも、まあ、勉強とあとお仕事と家のことともう、ね、欲張り3セットみたいな多分ね受験勉強だけでもいっぱいいっぱいだとか家のことだけでもいっぱいいっぱい家事育児でいっぱいいっぱいっていう方が多い中うん、私個人的にお母さん受験生が一番大変なんじゃないかなと自分だけの予定で動けないというところの大変さはあると思うんですが、うん、そのあたり勉強の時間の捻出だとか仕事もそうですがそこ時間がないってやっぱりストレスになってくると思うんですが、はい、そこなんか自分なりの工夫の仕方解消法とかってありました？もう講義があるときは夜子供が寝た後とかに聞いてたんですけど基本的に通勤の電車の中で完結するようにして昼休みとかあと朝仕事前に時間を取ってやるとか できる限り家に勉強を持ち込まないっていう、うん、やり方でもう隙間の時間をかき集めてやるような感じでやってました。電車の中でねやっぱり皆さん受験生さんされている勉強なんですが具体的に電車の中での勉強法って何を素材にとかやってます？座れてました電車は？そうですね始発から終点までだったので座ることはできたんですけど1時間以上あったのでテキストを読み込むっていう時間に当ててました。で座れた時に記述をやるっていうような感じでテキストとか6本に全部情報を落とし込んでたんですけどその択一6本っていうんですかねそれをひたすら眺めるっていうテキストを読み進めて6本落とし込んだ小さい6本を眺めるっていうような時間になってます。その時々の講義の進度に応じてそれが記述だったりとか、うん、テキスト読んだりとか6本読んだりっていう感じで講義の、まあ、復習の場として問題演習の場として電車を使ったみたいな感じですか？そうですね問題を、まあ、解いても書けないので線を引いたりとかマーカーを引いたりとか、うん、そのぐらいのことしかできないんですけどもうテキストを読むのが一番集中できるのが電車の中だったのでテキストを読むのはもう電車の中でやるって決めててそういうふうにしてました。じゃあ家では講義を聞いて、はい、外ではある意味ちょっとテキストを復習的な感じですか？はいはい、であと、まあ、例えばその
お家のこと、お子さんのことだとか、思い通りに勉強いかない時も多分あると思うんですよね、はい、お仕事だとか。そういった時って、その先ほどね、直前期に、ああ、あの時やっとけよかったみたいな、反省というか後悔というか、はい、あったとおっしゃってましたけれども、そのあたり、なんかやっぱり受験勉強してるとね、仕事との両立で、そこがもうやる気なくなったり、テンションなく下がったり、ああもうダメかもって、もうモチベーション下がったりっていうことをやっぱりよく聞くんですけれども、はい、そのモチベーション下がるだとか、なんかそういうことってありました、はい。そうですね、思い通りにならないことは結構あったんですけど、うん、その時はもうとにかくイライラしない、思い通りにならないのが当たり前だっていうふうに気持ちを切り替えて、できる時に貯めてやっておいて、できなくてももうイライラしない、諦める、そこはもう やらないって決めて、できる時にもうまとめてやるっていうようなことをしてたので、そこでちょっとストレスに、まあ、最初はなってたんですけど、そこがストレスになることはあまりなかったです。素晴らしいですね。やっぱりどうしてもストレス溜まってくると、学習効率も下がってくるので、やっぱ合格された方はそのあたりの切り替えが非常にうまいんですね。ストレスを引きずってると、それがうまく回らない、悪循環ということにならないように、ぜひですね、直前期もそこを意識して取り組んでいただきたいかなと思います。では後藤さん、講義中の集中力も非常に高かったように思うんですが、なんかご自身なりに受験勉強時代、例えばお仕事もされてましたよね。で、工夫されたこととか、ありますか？私、過去の、大学受験とか、あるいは宅建試験、とかの受験経験から考えまして、当初、小中試験にあたっても取り組んだ方法というのは、とにかく先生の講義を、佐々木先生の講義を集中して聞いて、で、その後、復習としては、講義を、これは講義じゃない、テキストですね。レックの基本テキストである、ブレイクスルーを、じっくり読み込むと。こういう方法を取りました。1年目の年末までそういう方法を取りました。うん。まあ、今から思うと、それが、成功要因でもあり、一発合格という意味では、ちょっと失敗要因だったかなと、そういうふうに考えてます。やっぱり読み込みも大事だし、問題演習も大事。そうですね。問題演習、特に、なんていうんですか、分量がとてつもなく多いのが、この試験の特徴ですから、とにかく、なるべく早いサイクルで反復、繰り返せる、学習ツール。まあ、そうなるとインプットよりはアウトプットということになるのかなというふうに気がしますけれども、だから、なるべく早いサイクルで繰り返しすことができるアウトプット、自分に合うアウトプットツールというのを、見つけることが一つ、一発合格を、特に一発合格を目指すには重要なポイントかなというふうに考えます。一発合格でも目指してましたよね。ああ、もちろんです。あ一発合格目指したんですけども、そこから目指してました。もちろんです。佐々木先生の講義に出席、欠かさず出席して一番良かったなと思ってますのは、とにかく毎回一発合格が当たり前という意識に洗脳されます。これはだけど、今思うと、まあ私は結果的に2回目合格だったんですけども、まあなんとか2回目で、合格ラインに飛び込めたことの、最大の理由かなというふうに思ってます。佐々木先生には今でも感謝しております。で、小宮山さん、やっぱそうですね。我々世代以降、まあそこそこ年いくと、例えば勉強中に集中力だとか持続力、記憶力、がやっぱ若い方に比べてっていうご相談はよくいただくんですよ。で、そういったところだとか、なんかその講義受けていくときにも、まあね、毎回出席されてて、そこ工夫されたこと、勉強中の工夫だとかありますか？そうですね、仕事をしていたということもありますけど、まあ、年齢的にもかなり記憶力が落ちているということでですね、で今後藤さんもお話ししたように、まあ、皆さんも感じているかもしれませんが、かなりボリュームが多いんですよね。ですからかなりボリュームが多いんでですね、全部できるはずがないと、でいうことで、初めの時からですね、授業で聞いてても、まあ、
あのテキストブレイクスルーもですね、それからある試験、いろいろ試験ありますけど、非常にいいなと思うのはですね、何が重要だ、これはあんまりいいかなという、非常に先生の話を聞いてるとですね、佐々木先生の話もそうですが、あ、口調からしてここはあんまりいらないんだな、これ関係ないんだなと、私はですね、もう大胆に割り切りまして、あの時間がそんなにありませんから、これは大事だと先生も言ったと、書いてあるのも大事そうだというのをまずやると、それ以降はもうあのなんか ABC だったかな、ちょっといろんなランクがあるようですが、もう C ランクは全く見ないで、あのそんなに見てる時間はとてもありませんので、 A だけは何回もやると。 できなくてもですね、あるいはなんか面白そうなことも書いてあるんですね、 C ランクに。でも面白そうだけどこれを読んだら時間が無駄だというんです。私あのどちらかというと授業も試験も全てあのレックの先生に頼る、要するにこれは大事だなと思うところをしかやらないと、やらないというか、まあ、時間的にそれしかなかった。ですから多分先生は自由やれと言われたうち今多分 6,7 割しかできなかったかなとは思ってますが、あの常にあの神経を尖らせてたのは何が大事だというところを聞き取るということをいつも授業中、あるいは直前期は特に心がけていました。やっぱ問題演習たくさんしなきゃいけないですが、そのあたり思うように働きながら回せました。ですね、割り切った中でも、ね、あの通勤がですね、当時あの往復で2時間半ぐらいかかってたんですが、まあ、そういう時にあの問題集を持ってですね、あの過去問も含めてですね、あれは細切れの例えば10分間乗ってる乗り継ぎの電車でもできますんで、それをやってわからないところには付箋つけといて、あの帰ってからテキストでそこを見るとかいうことで、どちらかというと通勤時間帯は過去問をよくやりましたね。そうです。あの、まあ、今日いらした皆さん、あの佐藤さん大学生で学校行きながらで、あの皆さんあの、ね、働きながら全員勉強されててというご経験なんですが、あのそのやっぱ働きながら勉強してると時間との戦い、睡眠、眠い、あと細切れ時間の活用だとかっても永遠のテーマだと思うんですが、あのそこを皆さんその細切れ時間の勉強っていうのはされてましたよね。私はもちろんあの細切れ時間がメインですが、月曜から金曜はですね、あの、まあ、土曜日は仕事が なかったんで、土日はあの、まあ、あの今の時期だと書式なんかはできましたけど、はい、あのあるいはあの初めの頃だったらまとまった文章を読めるということだったんですが、どうしてもあの、月曜から金曜はなかなかまとまった時間が取れないので、細切れ時間を中心にやりましたね。わかりました。ではあの、まあ、勉強中テンション下がることっていうのは、皆さんやっぱ合格される方っていうのはうまく勉強中切り替えると、あのいちいちへこまないというところは結構鍵になってくるとは思うんですが、あのその中でも自分のおすすめの気分転換法とかあれば、さっきね、あの佐藤さんもできないっていう決めた時にはもう割り切ってスパッとやめちゃうとかありましたが、なんかその自分のご褒美だとか、あのうまくいった時にはなんかプラスなものっていうのは何かあったりしました？特段なんかそういう工夫もなく淡々と日々過ごしてった感じですかね。はい、はい、僕はさっき言った通りフットサルと、まあ、とにかく勉強から離れるっていうことはしてましたね、うん、そのもうただいついつまでに何をやるっていうスケジュール管理は結構大事にしていたので、もうスケジュール管理の時間に当てるっていう風な感じで。スケジュール管理って、まあ勉強中ね、あの割と定期的に今これで何やってます、ここだけやってますとかっていう相談は受けてたんですが、はい、あのまあ、割とそこも講義のペースに合わせてだんだんと消化していく感じですか？そうですね、復習はいついつまでにやるとか、やっぱ何かをやるって決めないとその勉強とかもできないんで、漠然と勉強するのが嫌いだったのでっていう感じですね。はい、わかりました。ではちょっと話を途中、まあまあここから切り替えて、あの受かった後の、方にあの話を移していきたいと思うんですが、じゃあまあよくね、一番ガイダンスだとかで聞かれるのが、あの司法書士で受かった後就職できますか、あの食えますかということよく聞かれるんですが、あのそこのネガティブな意見っていうのは、正直私もね、あの出身の合格者とか聞いててもネガティブな意見ってもうまず一切聞かないと言ってもいいぐらいなんですが、どうでしょう、受かって、ね、就職
選ぶ方だった感じだよね。はい、一応、まあ、そういうエージェントっていうか、サイトに、まあ、人材紹介会社っていうのがエージェントなんですが、そこを使って登録して、まあ、すごい連絡来るんですよ、うん、人生で初めてこんなモテたみたいなぐらいにすごい連絡が来て、やっぱ年齢も若くて、でも結構あの割と要望いろいろ言いましたよ、ね、あ、そうで、わがまま言ってもでもいいから来てみたいな感じで、受けたところ全部泣いてもらうぐらい、結構就活に関してはまあ楽勝でしたね、はい。まあ、商業登記はあの好きで、まあ、割と商業登記中心の事務所って商社誌、やっぱ不動産登記メインの事務所が多いんですが、あのその中でも商業やりたいっていう感じで、まあ、はい、そうですね。なんででしょうね。もう就職の時には僕勉強 しますから、次の資格の勉強もしますから、残業しませんよって。そうです、残業したくありませんって言ったら、それでもいいから来てくださいっていうような雰囲気を出してくれたので、もうありがたい限りですよね。本当に楽しいですか、仕事。仕事楽しいです。あ、いいことです、ね、でもちょっと一般常識がなさすぎて、やっぱ僕社会人なしでそのまま司法書士っていう結構まあ専門的な資格を与えられてしまったわけですから、まあその一般常識の欠落、まあ、一般常識をつけていくのも同時にやらなきゃいけないので、そこはちょっと大変ですね。まあ、割とね、私あの学生さんで就職経験ない方には、個人事務所よりはそこそこの規模の事務所に入った方がいいですよと、まあね、社会人としての経験も積まなきゃいけない、でいずれ将来人を使うことになるならば、あのそこの組織の中で働いた経験も身につけた方がいいですよとよく言っていくんですが、ね、社会にも生まれて、うん、はい、今頑張ってます、はい、では鍋島さん、ね、一旦事務所に就職してその後に開業っていうところで、はいはい、就職ってどうでした？就職は先ほどね、司法書士目指すときに普通に就職苦労すると思ったから資格と、そうですね、就職はおそらくは非常に楽だと思います。保証はできないですけどね。学歴だとかっていうの、そこ学歴は聞かれたこと、あ、ま、うん、事務所によってはちょっとなんかんっていう反応されたとこはありましたけど、まあ気にしないところがほとんどです、はい。内定もすぐでした。ただ残業しなくてもいいから来てまでのラブコールは私にはなかったですね、はい。でも自分はこういう事務所に入りたいだとか、いくつかその希望通りの事務所には入れた感じ。そうですね、やっぱりそのなんて言えばいいんだろう、本当に大きい組織を除くとやっぱ狭い世界、そうですね、常に代表が目の前にいたりとか、もう話せば聞こえるぐらいの距離にいたりとかが多いと思うので、私の場合は代表と合いそうかどうかを私も見させていただいて、まあ、非常に合いそうだったのでという感じで選びました、はいはい。でまあ、事務所経験を経てその後開業されるわけですが、はい、ね、やっぱり開業するって勇気いると思うんですが、で、はい、その開業準備だとか結構入念に計画をした感じですか？私はちょっとですね、開業する気がなかったんですね、もともとね、ずっとぶら下がってたかったんですよ。なんですけど、まあまあ、もろもろありまして、お世話になった事務所さんとは今も良いお付き合いをさせていただいてるんですけれども、まあちょっと訳ありで開業になりました。で、準備期間とかもなくて、急にこう、あ、開業しなきゃっていうことになって準備をしたっていう感じなので、その、十分準備はできなかったですね。急いでテナント借りて。急いで借りて、急いで揃えるものを揃えて、うん、で、急いで、司法書士会に登録変更のことを聞いて、手続きをして、っていう感じです。なんとかなっちゃうもんですか？なんとかなります。なんとかなります。どうとでもなります。開業して、よく仕事取ってくるってね、すごく苦労するイメージ、はい、あると思うんですが。そこはちょっと恵まれてたのがですね、その元々いた事務所さん、で、関わってた人とそのままつながれる状況だったんですね、私の場合は。それをまあ許可をいただいてっていう形なので、ちょっとラッキー。でも割とその人脈とか
お仕事が仕事を呼ぶっていうところはあると思うんですが、はい、それをうまく生かしていけば仕事はなんとかつながっていく。仕事は、はい、食べれるか食べれないかって言ったら食べれます、はい、が人にはよります。きっとぶら下がってたままの方がいい人もいるし、独立しちゃった方が食べれるどころじゃないぐらいいただける方もいるんじゃないかなとは思います。はい、はい、では浦本さんは商業登記メインの事務所で、はい、就職も割とすんなりいきました。そうですね、今実は2カ所目なんですけど、年齢が壁になることはなかったです。通常このぐらいの年だと最初からもう正社員とかないと思うんですけど、人材紹介会社に登録したり、あと合格すると同期のつながりっていうのができるんですけど、そこから業界経験がある方からとかの紹介とかがいろいろあったりして、結局紹介で入ったんですけれども、年齢とかその経験とかで就職先がないっていうことはまずなくて、もう就職したいって言ったら来てっていうようなもう感じでした。もう今も子供がの行事の関係とかで結構いろいろと融通を聞かせてもらっているんですけれども、そのあたりも待遇とかもすごくいろいろこっちから言って聞いていただいているような状態です。割と例えばその司法書士って受かった途端に一気に人脈広がるじゃないですか。合格者同期もそうですし、先輩司法書士だとかかなり受験時代って皆さんねすごい勉強してて本当孤独じゃないですか。だけれども受かったらいきなりねパッと世界が広がる感じだと思うんですが、例えばそのあたりでね本当にこの資格取ってよかったなとかのやりがいってやっぱり今までの前の仕事だとか前のご経験だとかより変わりました？そうですね、本当にいろんな経歴の方が合格者でいらっしゃるので、本当にいろいろと教えていただくこととか、あともう業界のことももちろんそうなんですけど、例えばお仕事でわからないことがあったりするともうすぐ誰かに聞いたら教えてもらえるとか、世界が本当に人のこれまで会ったことのないような経歴の方とかに会えて本当に世界が広がって毎日刺激を受けているっていうような感じです。では後藤さん、以前のその普通サラリーマン会社終わってでそこで就職苦労されてた、すごい記憶に残ってるのが司法書事務所就職どうでしたかね、前の経験があるのでっておっしゃってた。で意外にすんなり事務所決まりましたというところから事務所も変わって、で割とそこも以前のお勤めと違ってね、浦本さんと同じように幅広がってたと思うんですが、その就職、まあ、割とね50代過ぎての就職、まあね一般的には苦労すると思うんですが、そこのご経験とあと、勤務でできる仕事だとかって割とあると思うんですが、どうでしょう。先ほどもお話しましたようにですね、40代終わりに会社が破綻した時の再就職活動、まあ言ってみれば無資格の状態であった時はですね、まあ50社応募して1社書類選考パスするぐらい、おそらく正規雇用で内定を取り付けるまで行くとなると、もうほとんど天文学的確率になってたんじゃないかというふうに思います。それが40代終わり、無資格の時の状況でした。試験に合格した時53でしたけれども、結果、まあ、成果率というと変ですけども、20社を応募して4つ内定もらいました。これはちょっと、なんていうんですか、民間の一般業種ではもちろんのこと、他の資格業でもの資格者であっても、ありえない確率じゃないかなというふうに思っています。それぐらい他の方も皆さんおっしゃってましたけども、それぐらい、資格者に対する雇用の、要請というのは、大きい世界です。現状では。それで特にあれですね、いわゆる決済事務所といいまして、不動産売買に伴います、銀行、買い手の方が銀行から、ご融資を受けて、売買代金を支払う、決済という、ものに立ち会う仕事はあるんですけども、その立ち会いが、を中心とした決済事務所であれば、
まず中高年であっても、いずれかの事務所では採用してもらえるんじゃないかと思います。で、私の場合、そこ、その一番採用されやすい決済事務所で、2年半経験を積ましていただきまして、で、その経験を武器にして、今の、2つ目の事務所ですか、もうちょっと幅が広くて、かつ、トレンディーな業務を行っている事務所にご縁をいただくことができまして、そこで半年ほど経験を積ましていただいたという状況ですね。補助者でも特に、小規模事務所ですと、大規模、代表の仕事っぷりを間近で見ることができますので、ほぼ、なんていうんですか、トップの疑似体験、みたいなことができるというメリットがあると思います。割となんか上場支援だとかっていうお仕事ってなかなか一般の方にはそういうのまで司法書士やってるのって思われると思うんですが、あと家族信託だとか今時のそれこそこれからの仕事だと思うんですが、それってもうやりながら覚えていく学んでいく感じですかね。そうですね。そういった案件につきましては、まだ当然直接担当させていただけるというレベルにはないんですけれども、先ほど申しましたように、身近で、代表の仕事っぷりを、見させていただくことができますので、感覚とか、どこを勉強すればいいのかなといったことについては、勉強する機会が十分にあるというふうに思っております。割と一般の企業でお勤めされてると50過ぎてから新しい経験新しい仕事に触れていくっていうのなかなか刺激はそうでもなくなってくるとは思うんですが、一生現役で素晴らしい仕事だと今私も聞いてて思うんですが、そうですね、とにかく合格して、3年ちょっと経ちましたけれども、男性女性の差はもちろんのこと、あと年齢の差もないし、それも今までの経験とか経歴の差もないし、誰でも公平、平等に、チャンスをつかみ取ることが可能な資格業じゃないかなというふうに思っております。では、小宮山さん。小宮山さんは、合格して、即ご自宅をリフォームされて、開業されたということで、結構扱ってらっしゃる業務も幅広く、で、開業直後から仕事ってどう回っていきましたか。私も自宅で開業する前にですね、先輩たちにですね、どうやってお客さんって来るんですかねと。で、さっき誰か話してましたけど、いや、なんとかなるって言うんですね。なんとかなって、どうしてなんとかなるんだろうなと思っていたんですが、じゃあ皆さんに今聞かれるとですね、私も多分同じようになんとかなるって答えてしまうんですが、確かにそんなに用意するものはないんですね。パソコンとプリンターと電話とファック、その程度のだけでいいんですが、もちろん書籍は必要ですが、最初の1年間ぐらいはですね、近所の人とか知り合いが、何、司法書士始めたんだってっていうんで、相談に来ると。で、自宅で始めましたんで、知らない人になんかやっぱ入ってきてもらうのはちょっとどうかなと思ったんで、特にもちろんインターネットは当然ですが、特に看板も出さず広告も出さず、知り合いに年賀状の時に司法書士になりましたよぐらいのことだったんですが、たまたまですね、知り合いの近所の300メートルぐらいの人が相談来て、でそれが最初は任意貢献かの話だったんですが、結構そういう話って高齢の方に説明するのは時間がかかるんですね。2時間ぐらいしゃべって耳が遠いんで2時間しゃべるとこちらもですね疲れたんで、ちょっとじゃあ今日はこれぐらいにして、またご都合の時来ますからって、仕事ないですから、じゃあ2、3時後にまた来て、2時間ぐらい喋ると、でもそのうち前回行った1時間ぐらい忘れられてるから、もう一回同じこと喋るんですが、そんなことをやってですね、あ、こういうもんだって分かって、理解、何回ですかね、半年ぐらいかけて分かったら、なんですが、それで、その仕事終わったんですが、そしたらその方から今度は別の方にとかですね、それからその紹介が、だからその方だけ、その方を発端とする紹介だけですね、ちょっとね、正確には覚えてませんけど、7、8件、その紹介された人の同僚だとか、同僚、あるいは紹介されたことの名護さんが来てくるとかですね、を、なんて言うんでしょうかね、紹介っていうか、
一つ仕事をするとですね、その仕事だけに、まあ、たまたま近所で住宅街でやってるということもあるのかもしれませんが、その仕事だけで終わらないで、その仕事から、まあ、聞いたんだけど、紹介してもらったんだけどということで、仕事をいただけることがとても多いというのが、そうですね、分かりました。3年目ぐらいになってくるとですね、なんか一件終わったと思ったら次のがまた来る、また次のが来るって、まあ、売買の決済と違ってですね、比較的さっき言ったように任意貢献なんか説明をしたりすると相当時間がかかるという点はあるんですが、そうですね、この資格はすごくありがたいことに、なんていうんですかね、途切れることなく仕事はいただけてます、はい、で後輩の人にもなんとかなるんじゃないかとこう言ってるんですなんか特別なすごくこの点を工夫したとかではなく、一つの仕事を誠実にこなしていれば次からまたなんとかご紹介が、はい、自然に入ってくると、はい、そうですね。ですからまたガシガシ営業っていう感じでもなく全く営業してないんですが、あとご相談乗った人に相談に乗れると、実はその方がいろんな法律的なことかどうかよくわからないけど何かあるとですね、やってきて、いやそれは違うけどなぜ違うかとか、どうしたらいいかというような専門じゃないところについてはお話できないけど、こういうふうにして考えてみたらどうかと一緒に考えたりしてると、また次の仕事が来るみたいな。でも地域密着型の使用書士って割とそういった形で人のつながりっていうのが、それが財産にもなってくると思うんですが、はい、おかげさまで今なんとか半径1キロぐらいの範囲でですね、まあ、事務所経営もそれから人脈も成り立ってる感じであります。でもなんかその地域の方から個人の方からいただくお仕事って、その貢献だったりだとか、あとまあ例えば相続登記だとかっていうところが多いと思うんですが、はい、他にも例えばその青年貢献とかで、あとなんか地域のその自治体とかと空き家のお仕事、まあ、これ使用書士会から小宮さんやってみないかと言われたんですが、地元の市役所でですね、空き家のいろいろも空き家等の対策協議会っていうのを作ってるんですが、それのまあ代表で、使用書士会の代表ということで委員になって活動してる。これからその空き家問題だとか、その相続登記義務化の方向だったりだとか、すごくかなり使用書士の活躍が求められる分野だと思うんですが、うん、そこは空き家とか、もちろん今相続登記の義務化っていうのはかなり皆さんも意識しておられてですね、なくなるとなんかやらなきゃいけないんでしょうということでですね、来られる方が実に多いですね。割とその就活セミナー的なものっていうのをやってたりすると、以前よりはね、参加者の方も多いんですよね。そこなんか事前になんか自分が亡くなる前、自分が分からなくなる前に手を打っておいた方がいいだとか。それでですね、市役所でですね、なんていうんですか、エンディングノートっていうんですかね、私の覚書っていうのを市役所で作ったんです。その市役所が皆さんに、欲しい人に、希望者に渡してるんですが、で市役所の方でそのエンディングノートの書き方を公民館でやるんです。でそのやるときに、その、まあ、前座じゃないですけど1時間ぐらい相続と遺言について、特に去年40年ぶりの相続法の改正があったんで、そこら辺を盛り込んで喋ってくれないかというんでやらせていただいて、そこからあとその聞いてた人が相談に来たりとか、そういうこともありましたですね。あと法律事業もされてますよね。これは、まあ、個人でというよりは使用書士会の組織の中でですね、高校生とか、あるいは児童養護施設なんかでですね、児童養護施設ってご存知かどうか分からないですが、親元で暮らせない子どもたちがですね、18歳まで育てられると。だから18になると施設を出なきゃいけないと。で法律的なトラブルになる子が大変多いのでですね、高校生を中心にですね、法律の知識を、こちらこれボランティアですけどね、やってくれないかというんでやったり、あるいは高校生、普通の高校ですけど、1月にあった社会経済っていう高校ありますよね。それの最後の3年生の最後の授業で、実際の世の中の契約ってどういうもんだと、それを、使用書士として喋ってくれないかというので、3年生に授業をやったりという、その児童養護施設とか、高校のは非常に少ないですが、年に1、2回ですが授業をやったりしてます。
割と今のその司法書士っていうそのね使命というか、あの割と皆さん受かった後ね、あの司法書士会登録するとね、研修とか皆さん行かれてると思うんですが、あのそんな中でもあのね、もう例えばその高校生に対する授業だとかでいうと、あの例えばそのネットトラブルだとか、アルバイトをしてるそのそこでのトラブルだとかで、あのそういったところも含めて、あの割と若いうちからあのそういったところをあの高校生に伝えるっていう仕事、まあもうそれもボランティアだったりだとか、あとそうですね、あの自死っていうね、あの自殺だとかっていうところのやっぱそれも社会問題、あの法律問題を抱えていらっしゃる方っていうのも一定数いらっしゃるんですよ。あのそういった、自死の対策のプロジェクトだとかされてたりだとか、あとそうですね、ホームレスの方だとか、まあ、あのそういったところの法的な支援だとかっていうところも多いかなと思います。あと東日本だとか、あのそういった時東日本大震災だとかっていう時にも、あの司法書士に限らず弁護士とかそういったあの専門職があの現地行ったりして、であのそういった意味でかなりやりがいのある仕事も、もちろんその自分の事務所の稼ぎも大事だけれども、あのそこのプラスアルファのやりがい、あの司法書士取ってよかったなっていうところは得られる仕事だと思いますので、あのぜひですね、受かった後、あの開業なら開業で、であの自分のやりたいことを叶えて、でプラスアルファそこの充実っていうのも求めていただくといいんじゃないかなと思います。で、 あのではですね、あの最後になりますが、あのいやこれだけちょっとまだもっと喋りたい、喋り足りないとかあります？あの大丈夫です。一言、はい、あのちょっと先ほどの要するに何が言いたかっていうと、あの先生がおっしゃったようにですね、68歳であの高校の青年授業をやってですね、あの生徒たちからもあるいは先生からもですね、後で非常に感謝されたりあのする仕事、これ司法書士っていう資格がなきゃ本当にできなかったかなと、あの改めてあの思ってます、はい、あのではですね、あのこれから司法書士を目指される方、今頑張ってる方、特に直前期の受験生さんたちに向けて、あのご自身がこうしたら良かったなとかいうところ、あとこれは良かったよというところも含めて、あのぜひエールをいただけると助かるなと思います。あのでは佐藤さんからお願いします。こういうことは言うのすぐ苦手なんですけど、まあ、4月から結構勉強忙しくなると思うんですけど、その僕はあの気合とかそういうやる気とか熱意とかそういう精神論的なものよりも計画性立ててしっかり勉強することが一番重要かなって思っています。僕は直前期3ヶ月はもう全て1日ずつ予定を立てていたぐらい計画を立てていたので、まあそんな受かるぞって気合もすごい大事ですけど、それよりも頭空回りせず計画性を立ててしっかりと勉強すれば絶対受かる試験だと思うので、皆さん頑張ってください。すいません、佐藤さんの正反対で、私は気合の試験だと思います。いやでもね、合格者100人いたら100通りの勉強法があるので、それはあの両方ありだと思います、はい、両方です、はい、私もちょっとそういうあのこういう話苦手なんですけども、もうとにかく今年受験の方は今年受かる、来年受験の方は来年受かる、来年受験になるかもしれない方もそれを決めた時からもう来年受かると、その気持ちをとりあえず持ち続けていただければまあ受かるんじゃないでしょうか。はい、時間が足りないとかそういうことはもう不可抗力なので仕方ないと思います。あの個人の能力とかそういう話ではないので、準備が間に合った人が受かる、でも準備が間に合うためには、次の試験、自分が受ける試験で絶対受かるっていう気持ちを途切れさすわけにはいかないはずなので、その気持ちだけ途切れさせないように頑張ってください。はい、いろいろなあの状況であの受験されている方がいると思うんですけれども、あの時間がないとかいろいろあのちょっと制約がかかっている人も諦めないでほしいなって思います。あの 週単位ぐらいであの計画を立てて、私はちょっと計画を立てる派なんですけど、計画を立てて、あのただあのできなくてもあのそれをストレスに感じるのが一番良くないと思うので、週単位でできたら OK という感じで、あのできない日とできる日があるっていうのがもう普通だっていうぐらいに気持ちをうまく切り替えて、であの淡々と、もう情熱っていうよりも淡々と
やる、毎日時間があったらやるっていうやることを決めておいて、それであのなんとか直前期まで回せればあのできると思いますので、あの諦めないでほしいと思います。頑張ってください。はい、気持ちの部分で言えば、私もやはりあのこれからスタートされる方に関して言えば、とにかく一発合格への執念というのは必ず必要だと思います。それすでにあのスタート、あの2回目2年目3年目の方について言えば、あの今年必ず受かるぞというあの熱意はあの必ず必要だと思います。この気持ちがないとどうしても長期化してしまう試験じゃないかなというふうに考えております。で、方法論の部分で言えば、先ほども申し上げましたように、スピーディーに繰り返すことができる学習、自分に合った学習ツールというのをなるべく早い段階で決めていただいて、それを繰り返しながら引っかかるとこは掘り下げていく。この辺が、コツになるんじゃないかなというふうに考えております。で、皆さん、試験勉強ももちろん、辛い、作業だと思いますけども、やっぱり、本当の修行というのは合格して、実務に就いた後になると思いますので、とにかく、1年でも早く、まあ、できれば一発合格していただいて、実務の世界でまたご一緒できたらいいなというふうに思っております。先ほどもお話したんですが、働いてるとこれやらなきゃいけないというのは全部計画を立ててもできないです。で、私はそのレックのテキストとか先生とか、試験の公表の中で大事だというところだけ、とにかくそこだけを頑張ってればですね、全部はできなくても半分ぐらいできたかなというとですね、多分合格に達するんじゃないかなと自分の感覚で思ってますんでですね、ぜひ全部やろうなんて無理だと諦めずですね、やっぱりそのレックのテキストとか先生の指導に従ってですね、重要なやつだけを直前期に徹底的に獲得していく、それが大事じゃないかなと思います。そうすれば必ず、合格につながってくると思います。私もなんかいろいろもうちょっと掘り下げて聞きたいお話あったので、ぜひまたの機会に個別にいろいろこういったガイダンス組ませていただければなと思うんですが、ぜひですね、皆さん特にこれから直前期の方はですね、受かった後、多分いずれ司法書士会だとかいろんな場でお会いすることはあると思うんですよ。なのでですね、またその時に、まあ、次皆さんがこういったところに来ていただいて喋る側になっていただければなと思うんですが、ぜひですね、これからちょっといろんな不安定な状況ありますが、もう日々淡々とコツコツとあとガッツで、頑張っていただければなと思います。それではお時間にもなりましたので、以上で終わらせていただきたいと思います。本日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。